年男でーす。まだ言ってる。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、オッピーです。後半戦になります。はい、前半戦まだ見てないという方は、ぜひ新年一発目のカラフェスの動画を見てくださると幸いです。そして本日、単発のみで、100連ガチャ、引いていこうかなと思います。シールが104枚ですので、まあ、204枚まで単発で引きます。長くならないように、いっぱい早送り、カット編集、かましますんでよろしくお願いいたします。まず、この納税と、ガチャチケット、計9連できますので、そちらの方引いていきます。で、僕ですね、前回、ねねちゃん当てました。そして、るいくんまだ未所持、はるかちゃん未所持、ママ所持、こはねちゃん未所持となっています。ママ所持っていうこのワードセンス。それでは、引いていきま、よっしゃ、もう幸先よく引いてもいい、ミク。まあ、そっか、検証内容が単発と10連どっちの方が星4出るんですかと。うん、やっぱり昨日の動画のコメント欄でも単発で引きましたって方が多くてですね、まあ僕10連で11枚引いてるんで、この単発100連で11枚以上星4引かなきゃいけないんだけど、だとしたら出る気配はしませんが、それでは2連目やっていきましょう。あ、星4ってことで、ね、スキップいいのかなといった感じです。星3になっ3連目、えなな、4連目、こはねちゃん、そして5連目、ねねちゃん、6連目、あきとです、ありがとうございます。6連目であきと引く、7連目でさきちゃんも、控え室がかーん。さあ、星3になったら、昇格の可能性ありますので、早送りが戻ります。はい、ありがとうございました。そして、9連目 !9 連目これがあるからね、あー、単発ガチャってちょっとやめられないんですよね。9連で1枚。ボイスなんですよね。ほんとこの世界面白いね。あー、初期の蓮くんですか。はあ、めちゃめちゃ久々に見たんだけど。10連目、うん、11連目かなでちゃんも控え室が終わってしまった。もうプロセカのキャラほとんど控え室終わってんだけど、大丈夫かな。はい、引けないね。おいおいおい、単発マジか。2枚目です。ピックアップ確率 2%、 すり抜け確率 4% です。ボイスどうぞ。上白ルイ君でもいいよ。りんちゃん、私分かっちゃった。分かっちゃったね。うん、分かっちゃいました。ありがとうございます。天馬咲ちゃん、ありがとうございます。たどり着けた思いということで持っていますが、2枚目引きました。だって20連も引いてないぜまだ。これで17連目かな。これ18連目、18連で3枚、6%ってすごっ。カラフェスってすごっ。あー、やっぱ、あ、まだ僕持ってるんですかね、運というものを。よかったと思う。あー、よかったと思う。やっぱり、ただ、まあ、コメント欄でも言われたんですけど、お前運いいけど、本当にピックアップ引かねえよなと。言うな、ピックアップ引けないんだ。知ってるんだ、こっちが。19連目、20連目に入りますが、これ20連で3枚。待って、本当にいけるかもしれない。11枚でしょ、11枚。21 22 23 24、いやー出ないね。25、なるほど。26、これ出るまでーす。で、僕の今この喋ってるの全部早送りされてんだよね。出ないですね。29、あ、昇格の可能性ございます。29連目をありがとうございました。こちらで30連目になります。おーい、やいやいやい、30連で4枚。単発でも変わんないんだけど、僕の引き運。ただピックアップを持ってこないといけないと。ありがとうございます。私これからも頑張るから。ありがとうございます。こはねちゃんです。いや、まあ、こはねちゃんのボイスになった瞬間ピックアップ来たかとちょっと思っちゃったんですが、30連で4枚ありがとうございます。いや、ちょっと連続とか見てみたいんだけどね、正直。32 33 34 35か、これ35か34か忘れちゃ、ちょっとわかんないけど、ちょっと待って、5枚目です。5枚目。いや、もうピックアップやろ。もうピックアップやっていい。5枚も引いてんだ。みんなに希望を届けられますよ。よし、よし、限定。ありがとうございます、桐谷はるかちゃん。よしよしよし。残り僕が持っていないのが、こはねちゃんとるいくん。どっちか引けたら天井で1枚交換で、
残り1枚、残り1枚ピックアップ引けば。37かな、38、39で40連目終了。40連で5枚。いや、まあ、やばい引きなんだけど、前回の僕を超えるためにはこのペースじゃきついっていう、この事実ね。グロいよな、前回の僕。そう考えたら。落ちました。さあ、それでは残り2連で、50連になります。いやー、ミーク、ミーク、信じていいの？すごっ、やば！昇格してからの、全ピックいく？あ！大丈夫。食べたりしないよ。ボイスエロ。ボイスエロ白類じゃん、これ。食べたりしない。大丈夫。食べたりしないよ。やば！ありがてえ。50連で、これで50連目。おい、やばい。やばい、単発の方が引けるかも。え、50連で7枚。このペースでいったら、100連で14枚。14枚だったら余裕で超える。はぁ、おいおい。なぜ、こんなことに。ため息エロ。やば、なんか変な扉開いてるんだけど今。待って、ルイ君と、つかさ、変人ワンツーコンビ。50連で7だよね、今。ちょっとこの流れ切っちゃいけん。てか2連続は見たね。2連続見れたわ。すごっ。うわ、当たって。バリリンは最高の相棒だよ。8枚目。8枚目ですね。え？おいおい、準決勝が無限に溜まるんだけど。あ、待って。今、何連目なんだろう、これは。54連目。これで55連目。55連目で8枚。55連目で8枚。ちょっとミクいいよ。この流れずっとやろう。残り43連か。残り43連この流れやっていこうか、ミク。昇格すると、9枚目。9枚目。待ってね。ちゃんと受け止めて、歌に繋げ。あんちゃんありがとうございます。天井で交換したあんちゃんですね。ありがとうございます。これで9。してこれ60連目に入ります。ありがとうございました。はい。昇格の可能性も見据えていい10枚目。待って、残り40連あって10。待って、本当に単発の方がいいの？え、本当に単発の方がいいの？超えるんだ。絶対に、救ってみせるよ。え、僕の前回のあの運超えるの？単発って。すごっ。え、単発ってすごっ。待って。的を見つく。ああ、いい。61連で今、10枚。10枚ですよね。え、10。おお、星さんの演出もずっと来るね。で、昇格はなしと。ありがとうございます。リンちゃん、ありがとう。それ。はい。やばいね。え、これ60連目の。ああ、星さんだ。でも星さんも、コンスタントに引けてる。そして70連が終了いたしました。残り30連。残り30連で1枚か2枚以上引けたら、いいんだけど。もうこれで11枚。前回の記録と、タイ、並びました。ここからは、星音を1枚でも引けると、もう、単発の方がすごい。いいよ。やろう。ああ、カイト兄さんありがとうございます。いやー、いいね。僕の持っていない星音も、すり抜けで、引いていかなきゃいけないよね。こんなに今運がいいんだから。いやー、2連チャンではなしと。エナナンの初期ありがとうございます。さあ、それでは、いや、まさか 6% がここまで爆発。いや、これ単発なのか。え、本当になんか信じ始めちゃってんだけど、僕単発ってすごいんだってことを信じ始めてんだけど。いやー、前回はね、ラスト30連が星音なかったんですけど、今回もちょっとその流れ来ちゃってんのかな。だとしたら変わらずって感じになっちゃうけど。82連目か、今。83連目。84連目。85。
あーちょっと星4が引けない。86で、あーなるほどね、ありがとうございます。エロエロ、ごめんごめんごめん、ルイ君のボイス全部エロく聞こえちゃうんだけど、僕だけなんでしょうか。それでは、おっとまた星さんです。これ昇格なし、ありがとうございます。まあ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 です、ありがとうございます。とさあそれでは89です。90連目、ありがとうございます。90連引いたのか、なんだかんだ単発で。91連目、まだまだいきましょう。92連目、93連目、おっと引けないか、あと1枚引けたらもう更新なんだけど。496、おー残り4連、残り4連です。交換できますと、残り3連、どう信じていいか、肉。おーじらすね。え、なんか決まってんの、11枚引いたらもうそれ以上星4出なくなる魔法みたいなかかるのかな、これ。あーラスト、まんまで終わりましたといった感じで、小羽ちゃんを交換させていただきますと。ありがとうございます。小羽ちゃんね、ボイス聞けなかったんですが、これで僕200連で全部揃いました、ありがとうございます。さあそれでは今回僕が引かせていただいた星4の枚数数えていこうかなと思います。小羽ちゃん天井ですので、引かせていただいた新規2枚、そして控え室アキトくんの星4換金中ですのでカウントせず9枚、ということは11枚。変わんなかったわ。うん、変わんなかったし、ラスト30連星4出なかったし、といった。いやでもこんなに単発で星を引けるんだったら、その納税おはがちゃもすごく期待できてしまいますが、はい、といった感じで思いのかけら850準決勝9、交換させていただきますと。いや17万、準決勝17ポカラフェスでえぐいね、マジで。まず桐谷遥ちゃん特訓の方していこうかなと思います。いやまた一つ成長できた。綺麗なイラスト、すごい。僕も初詣行くしな、全然意味わかんないな今のコメントは。あっさこはねちゃんは中吉でめちゃめちゃ喜んでる、羨ましい。少し自信ついたかも。いやこれ画風がさ、すごいかっこいいよね、本当に限定感あるわ。あーいや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 、やっちゃいましょう。はい、ということでエロシロレイクありがとう。エロいい仕上がりだ。エロ、本当にエロいじゃん、すごいな。といった感じで思い返せばね、ピックアップ僕4枚しか引いてないんですよ。うん、かぶってない、4枚しか引いてなくて、その4枚が全部ピックアップばらけたという、ここも幸運だね、といった感じで、まあ、すり抜け多かったんですけど、結果オーライなんで、はい。ぜひ皆様、まあ、結果は変わんなかったんですけど、まあ、楽しさは、ガゼン単発。マジで。マジでガゼン単発。星音来た時の喜びすごいもん。ぜひ皆様、カラフェスはですね、1月4日、あと2日ございます。確率2倍ですので、引いてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。